あるナンハウスさんに来ております。今ね、昨日の段階ではちょっと撮影が撮らせてくださいと交渉してきます。初めての女性の社長さんだったんです。では行ってみます。一回動画切りますのでよろしくお願いします。信玄君と言います。これYouTube の、これ Facebook とか全部見れるので、YouTube 名刺。でこれ会社の名刺。なんかやってもいいがいい。じゃあ OK ということでありがとうございます。もしギタさんお友達いれば紹介してください。で言っときます。はい、今日はですね、ナンハウスさんに紹介していただいた、ビンドゥさんにやってまいりました。今日は撮影者がいないので、僕が一人で、こうやって撮らせていただきます。一応ね、今回ビンドゥさん、撮影の許可が出ていないので、入り口だけで、成功したかどうか、まあ、途中でね、撮影いいよって言ってくれたら、まあ、撮影をやりたいと思いますけども、まあ、ともあれ、時間なんで、ちょっと行ってみたいと思います。ビンドゥさんの方はちょっと今撮影の方は NG だったんで、その国民性というかですね、アドバイスいただきました。まあ、インド料理屋さんで働いている、まあ、ネパールとかインドとかのそちら系の、人たちっていうのは、まあ、性格的にね、何でもかんでもやるやるうんうんっていう可能性が高いと。当日を迎えたら実際は20店舗のはずなのに10店舗もやってくれなかったとかっていうことがあり得るかもしれないから、そこだけ気をつけてってことを言われました。で今までね動画行ったところもねそうなんですけども、3回は行こうと思ってます。1回行って2回確認ですねポスター持ってきましたどうですかちゃんと1月6日やってくださいよって確認をして2回3回と訪問させていただいてちゃんとやるっていう風なところまでできる限りのことは全てやってイベントに臨みたいと思います。ミランさんの中に入りました。今、上司さんお話しさせていただいて、一応やっていただけるということで、みんななんかすごい、個人前で綺麗で、なんかすごく忙しいみたいです。大丈夫そうですか？はい、いいですよ。分かってくれました。はい。上の子供、うちの息子、今は、アーリアファッション、分かりました？分かりますよ。はい。ここのブドウの先端のいろいろ会社仕事やってるよ。あ、本当？はい、じゃあいいですか。はい、ありがとうございます。どうも。カレーのミランさん。ちょっと足早に紹介しちゃったんで、中は個人マークしてて、とても綺麗なお店でした。サガル・ラトナさんに来てます。南インド料理。山梨県で多分南インド料理店は初めてじゃないかな。新しくできたばっかりなんですけどね。一応話は聞いてくれるってことなんで、行ってみたいと思います。じゃあ、まだ許可もらってないんで、なんでしょう今回もね。じゃあ行きましょう。できたらでいいんだけど、これ一緒にやらないかっていうことなんだけど、2021、1月6日から2月28日まで、これを使って、何でもいいから、南インドの料理を1品、2ヶ月間だけ、メニューに出してほしい。ここのお店で。はい、わかります。できます。本当によ。チキンビリヤニ、じゃあそれで、自分で試してから、後でどういう感じつけるとか、それをビリヤニでつけて、2ヶ月間の間は無料なんで、ものすごいいっぱい使うと困るけど、僕たちこれから山梨県の人間は、インドのこと知らなきゃいけないし、あと、さあ、ナムさん、名字はシンガね。僕、信玄だから似てるね。信玄とシングさんです。北と南ある、南は美味しいよね。南インドはサラサラ、それが毎日食べても体に優しい。来ましたか、健康的な。渋も来た。南インドのお店の方は結構奥の方がゆっくりと。スペースで雰囲気ある感じでちゃんとねコロナ対策の、あれもしてあって清潔な感じがすごくします。ここにもすごい全部使ってるものも置いてあって、これと同じでハービスを1個こうやってスパイスとしてね、やってもらえれば。グリーンゾーン認証施設です。ここインドカレー屋さんで珍しい、これはね山梨県の県の方でちゃんと認定された、まあ、ここはコロナに対する対策がしっかり取られているというところにだけ降りる臨床施設なので、証拠です。っていうのかな。お店の中がね、とてもいい匂いがして、食べ物のようにはなくて、香辛料というか、なんか香水みたいな、清潔ですね、すごくね。めちゃくちゃ目の前でこうやって調理してくれるのってあんまりないですね。すごくいいキャラ。サービスがすごい。これは期待できるんじゃないですかね、この店ね。こちら見てください。こちらお菓子だと思うんだけど、お土産ですね。お店の中見ると社長さんの性格がよくあるっていうか、こういうお菓子一個一個手作りなんですよね。こういうのって分かりますかね。すごい手間がかかるんですよね。こういった細かいものとか小物とかがすごく多いので、なんかどちらかというと、ここの社長だけかもしれないけど、南インドの人なのかは分からないけど、結構日本人に似てるかもしれない。豆、細かいっていうのいい意味、もちろんいい意味でね、細かいというか繊細というかね、丁寧なんですよね、いろいろ。南インドのチャイは違うんですか、北インドと。そうそう、はい、すごい。すごい上からこう、なんであれやったのかわかんない。温度かな、多分。いただきます。あ、香辛料の匂いがすごい。シナモンですね。なんかやり方が違う。香辛料が入ってるので、そのスパイシーと思いきやまろやかで、なんだろう、生姜、キリンカルダモン、カルダモンね。はい、毎日飲める。毎日。うん、インドで毎日は3回4回も飲む。3回も飲む。アッサムティーに、カルダモンに、ジンジャーに、シナモン。シナモンない。シナモン入ってない。シナモンは私の南インドでシナモンを使ってない。失礼しました。南インドでシナモンは使わない。お客様のおかげさま、皆さんの。すごいですね。そう、そのお客様の志がとても日本人に近いというか、優しく。清潔で細かくて豆というか、すごくいいお店ですね、本当に。なので僕一回食べに来たことあるんですけど、すごく美味しかったし、珍しいものがいっぱいあった。そうですね、いっぱいいっぱい。何歳なんですか？私の43歳。43歳、聞きましたか？43歳、なんと同級生ですよ。43。そう。同い年に見えますか？43歳。ノリは似てるかもしれない。めっちゃ笑ってる人が。カルラトランさんは今、人を一人募集してるの。南インドネットは、そう探してるから。山梨県で南インドの方もし見れたら、ぜひ一人探してるそうなんで、働き口があるから、ぜひいいお店なんで絶対一緒に働きましょう。そのうち影響も出ると思うから、今ないけどあんまり。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。